はい、どうも、ティーチャーです。今回なんですけど、今日はね、呪術廻戦コラボのね、お得パック引いていきたいと思います。ということで、早速ね、買っていきたいと思います。これですね。全部買っていきたいと思います。早速買っていきましょう。よし。はい、ということでね、全部買いました。全部で何個だろう。52個。すごいね。これとかも開けちゃっていいかな、無料のやつ。うん、どんどん増えるね、これで。よし。あと61個と、あとね、昨日のガチャで引いた分ね、1個も受け取ってなかったんで、これね、受け取っていきましょう。これで全部で何個になるかな？いい数になるんじゃない？ 107 個だよ。すごい、107個です。はい、ということでね、こちらの107個ね、すべて開封していきたいと思います。ちょっと7個だけね、単発で引こうかな。100個一気に行きます。で、狙いは、今回の狙いなんですけど、もうね、狙いは一択。五条先生一択狙いでね、引いていきたいと思います。ということで、開封していきましょう。まずは7個。いや、五条先生ね、交換にないからね、厳しいんですけど、まあ、引いていきましょう。はい、ということでね、100個一気にまとめて引いていきたいと思います。いや、マジでお願いします。ということで、はい。では、行きましょう。100個一気に開封まで、3、2、1、来い！頼む！ん？なんかこれはまずい予感。嫌な予感。金枠ない？いや、もう、オレンジばっかり。オレンジしかない？もしかして。嘘だろ？え、オレンジしかない？本当に。え？え、オレンジしかない？なんか同じのがさっきから繰り返されてんだけど。大丈夫そう？え、オレンジだけ？え？オレンジだけー。ゴミやん。ゴミやん。泣きそうなんですけど。ちょっとじゃあ、10連だけ引けるんで、これ引いていきたいと。これね、ラスト10連引いていきたいと思います。ひどくない？お得パック引いてさ、ゼロって、やばいよね。ということで、引いていきたいと思います。じゃあ、来い！いやー、ダメだ。いやー、今回はね、完敗ですね。はい。完全に完敗です。はい。ということで、今回お得パックはね、マジ金枠ゼロでした。はい。なんですけど、まあ、これはまたリベンジだな。これは五条先生のリベンジをね、またどっかでやる、またどっかでやるんでね。くっそー、マジで。またリベンジしていきましょう。ということでね、引き続き動画の方お楽しみください。
敵発見。敵発見。Yeah.